お疲れ様です。一緒に腹筋頑張りましょう。この動画をやることでインナーマッスルが鍛えられて下腹がへこみますよ。一緒に頑張ろうね。まずはうつ伏せになって腹筋のストレッチです。うつ伏せになってスフィンクスのように肘と手のひらを床につきましょう。目線は斜め上。お腹の筋肉を伸ばしましょう。もっと伸びを感じたい人はそのまま肘を床から離して腕を伸ばしていきましょう。角度がつきすぎると腰を痛めてしまうので注意です。リラックスして行いましょう。ここからは仰向けになります。次はヒールスライドです。膝を90度に曲げた状態から足を伸ばします。床から5センチくらいのところまで足を下げるのが目安です。この時反り腰にならないように腰を丸めるようなイメージで背中をぴったり床にくっつけますよ。この動きでインナーマッスルが鍛えられます。難しい人は足の裏を床につけてやると負荷が軽くなりますよ。次は今の動きに手をつけてデッドバグです。先ほどの動きに加えて対角線上に右手と左足を伸ばしていきます。この時絶対に腰が反らないようにお腹をへこめて床に背中をべったりくっつけましょう。腰が浮いてしまう人は動画のように足を床について行っても OK。 優先するのは腰が浮かないことです。次はヒップリフトです。膝を立てて足を腰幅に開きましょう。膝を90度に曲げた状態でお尻を上げ下げします。この時できる人は床にお尻がつかないようにしてみましょう。足全体で床をしっかり押すとお腹に効きやすいです。しっかり呼吸しながらやりましょうね。次はアブツイストです。仰向けのまま両手を横に伸ばします。両手は肩の高さで伸ばして手のひらは床、膝をくっつけてパタパタと横に倒しましょう。この時肩が床から浮かないように注意します。腹斜筋というお腹のくびれの筋肉が引き締まりますよ。呼吸を止めずに頑張りましょう。次はつま先パタパタです。お尻の下に手を入れましょう。膝を90度に曲げてつま先を交互に床にタッチします。お尻の下に手を入れて腰をしっかり床につけましょうね。腹筋の力を抜かず常に収縮させながら頑張りましょう。呼吸は止めませんよ。次はお尻アップです。膝をくっつけたまま背中を少し浮かすように膝を胸に近づけてきます。この時足は床の方まで戻さなくて OK です。反動に頼らず腰を丸めたまま膝を引きつけましょう。インナーマッスルが刺激されてますよ。
よく頑張りました。最後はストレッチで終わりです。うつ伏せになりましょう。両手はスフィンクスのようにして、目線は斜め上。いけそうな人はそのまま肘を伸ばしてお腹のストレッチ。余裕があれば左右振り返ってお尻を見るようにすると脇腹のあたりが伸びますよ。今日も頑張れた自分をしっかり褒めてあげましょう。みんな偉いです。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。